アルフレド・サンチェス・ブレル、アルド・サンブレルはスペインの映画俳優。1961年から1996年の間に150以上の映画に出演した俳優、監督、プロデューサー。アルド・サム・ブレル、アルド・サンブレリ、サム・ブレルの表記も時には見られる。1960年代から70年代にかけて数多くのマカロニウエスタンでメキシコ人の悪役を演じた。 スペインの男優。監督作もある。映画デビューは、自国ロケのハリウッド大作、キング・オブ・キングスのクレジットに、名のない早くで、墓標には墓標や、赤い砂の血統あたりから、マカロニウエスタンに出演するようになった。この流れで、自国ロケのハリウッド西部劇、カサグランデのガンファイター、最後のガンファイター、テキサス軍刀団などにも顔を出すようになった。 マカロニウエスタン、サスライのガンマンにおける凶悪犯、ダンカンの強烈な悪役ぶりで注目され、米国のテレビシリーズ、ラットパトロールのゲスト出演やハリウッド西部劇、百長のライフルへの出演につながった。その後もマカロニウエスタンへの出演は続く一方、コンドルの鳥で、女ガンマン、皆殺しのメロディ、ラストラン、殺しの一匹狼。 カーク・ダグラスとユルブリンナーの世界の果ての大冒険、アントニーとクレオパトラ、黒いジャガー、アフリカ作戦、シンドバット、黄金の航海、風とライオンなどのハリウッド系の対策にも早くながら配役される。1980年代以降は日本で未公開作がほとんどで、幾本かはビデオ発売された。意外にも、ジャッキー・チェンのプロジェクト・イーグルにも出演している。 勇猛なる、ベンガル騎兵隊、札付き三軍曹、ビリーザキット、荒野の用心棒、自由のアパッチ、夕日のガンマン、黄金の鳥で、ドクトルジバゴ、名誉と栄光のためでなく、俗夕日のガンマン、地獄のケツと、ネブラスカの一匹狼、乗務用のコルト、ダイナマイトジム、群島荒野を裂く、血統のジャンゴ、地獄の一匹狼、乗務用のならず者、黄金の棺、 白昼の大列車強盗、ウエスタン、ホワイトコマンチ、激戦地、アリゾナムシク、レッドリバーの決闘、ブライプロフェッショナル、殺し、夕日のギャングたち、新、さすらいの用心棒、ベンアンド、チャーリー、死の戦線のルマンディ、固めのチャーリー、荒野のライフル、マヒルと呼ばれた男、シルバーサドル、新、復讐の用心棒、太陽のエトランゼ、原始人、イエローヘア、 黄金の首、ブラックコマンド、魔境のガンファイター、アマゾネスプリズム、メンオブを、ありがとうございます。